ラディスラウス大公、1895年の写真シセル、ラディスラウス大公、ラディスラウスフィリップ・マリア・ヴィンセンツ・フォン、エスター・ライヒは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇族、軍人。ハンガリー系、ハプスブルク・ロートリンゲン家のヨーゼフ・カール大公と、その妻のザクセン・コーブルク・ゴータ皇女クロティルデの間の、第五子、次男として生まれた。熱心なカトリック活動で知られたハインリヒ・ヒンメル・フォン、 アーギスブルク陸軍中将が教育係となり、ハンガリー陸軍第6不評連隊で軍事教育を受けた。その後、ハンガリー陸軍第37不評連隊に転じ、同連隊所属の少尉となる。セルビア王国の白シ勲章を受けたほか、1895年にはオーストリアの皇族男子として、金曜毛騎士団の1112人目の騎士にも任命された。 ラディスラウスは、狩猟に熱中しており、1895年9月2日も、アラド郊外の森でイノシシとヤマネコを獲物として狩りを、楽しんでいた。彼は一匹のヤマネコを撃ち、そのヤマネコを、自分の重傷で叩いて、獲物の息の根を止めようとした。ところが獲物に近づく際に、銃の撃鉄が木の枝に当たったはずみで、ラディスラウスは、自分に向けて、弾を撃ってしまい、弾は、 右足の太ももを直撃した。銃弾は大腿骨の四菌位置で破裂し、傷は衣服の一部が傷口に入り込むほど深いものであった。ラディスラウスはブダペシュトの聖エルジェーベト病院に運び込まれたが、9月5日には骨髄炎とガスエスを発症し、翌日に20歳で死亡した。大公に周遊の秘跡を授けたイエズス会の司祭ペーターシェファーによれば、 ラディスラウスは死に際して毅然とした態度を見せ、最後の力を振り絞って微笑みながら、私は死を恐れていません。神の下で休息できるのを喜んでいるのですと述べたという。意外は、ブダ王宮内の宮中白化のお骨堂に葬られた。ラディスラウスの事故死は、若い青年皇族の悲運として、当時の多くの人々の注目を集め、その死は、 世界各国の新聞で報道された。オーストラリア、ロックハンプトンの地方新聞、南海域線神は、1895年11月2日付の記事の中で、ラディスラウスを愛すべき人物で、賢く心優しい巫女だったと紹介した。ドイツ、メンヒエングラートバッハで発行された、エイリ新聞、カトリック世界神は、1896年、 第2号にラディスラウスの追悼記事を出した。これらとは、対照的に、1895年当時に、オーストリア駐在ドイツ大使を務めていた、外交官のフィリップ2・オイレンブルク公爵は、その回想録の中で、ラディラウスは愛らしくはあるが、全く愚かな若者であり、ハンガリー人として育ったので、ハンガリー語なまりの強いドイツ語しか話せなかった、と批判的に表している。 同じくオイレンブルクの回想録では、ラディスラウスの死因を心臓を自ら撃ったことによると、しているが、これは事実ではない。ラディスラウスの父、ヨーゼフ・カール大公は、ブダペスト郊外の村、ピリシチャバに所有する城を、ラザロ海に寄贈していた。1898年、ヨーゼフ・カールはこの村に息子、ラディスラウスを記念した修道院を建設させた。ウィキメディアコモンズには、 ラディスラウス・フィリップ・ホンエスター・ライヒに関するカテゴリーがあります。消しひてで、イウント・ケイインハンティリエ・レジャミン・スカール・アイ、K ニッヒ・フォン・ルメニアン、ナンバー、六八百五十一1九百七ブダペスト、1九百八セーテニ、五十六オス・シュネット・アオス・デア・クエール・ハット、ハンテブク・デア・ラー・ホクストン・ホーフス・ウント・デ・ホフストティス、セナケー・ KUK、 アップストラスケンマヤステット、ホーフ、ウントスターツドルカーイ、ウィーン、1895、ーテ17、オスシュネットアオスデアクエールハット、ナキルーフイン、ダイコトーリシャベルト、ナンバー、2、1896、聖手85で8、ジャギャングス、ムーンシャングロットバックハット、ベブスイタツアパラティンスグリフトブダペストハット、バイシュピールアイナーオースフリリキンプレスアメルドンイン、 ウストロリアン、ザ・キャブリコニエン、ロクハンプトン、フォームニ、ノーベンバー1895ハットフィリップズ、ユーランバーグ、アーラブ・ニッサー・イチェン・ウント・フレムガン・ホーファン、バンド2、ノイ・ウフラガ2012、在店10・ウント11、ISBN3 億8424万 1949X、スキャンズ・アオース・デア・クエール・ハット・ベブ・スイタズ、ピラス・コーザ・ブ・ハット、 ウェブスイートウーバーダイカーチャンジェシクトフォンピラスコーザベ、ミッドスタイフトゥーングスブリフでジーデンクラスターズフィワ、エルチェヘティソングレイディスロース。ありがとうございます。